はい、ではですね、この時間は私、亮と室星がライダーこれから使いたいなって方とか、ライダーに興味あるなという方向けに、私の独断と偏見 100% のおすすめポイントを紹介します。もうライダー使ってるよって方ってどれぐらいいらっしゃいますか？そう、僕ちょっと予想を外してしまって、これからライダーやっていきたいなって人がたくさん来るかなと思ったんですけど、もう皆さんライダーマスターな方たちだったので、じゃあ友達や部下やお金を握っている方にこう紹介すればいいんじゃないかなっていうので、ちょっと聞いていただければと思います。はい、自己紹介させていただきます。私、室星と申します。趣味でゲーム開発をしててライダーを使ってます。実は仕事で C シャープやユニティは使ってなくて、ウェブフロント、アンギュラーとかやってます。で、ウェブストームっていうジェットブレインズの IDE を使ってます。もともとプログラマーとして始めたのは Android アプリ開発が最初で、 Android スタジオもよく使ってました。 I am Preview User for JetBrains ID。 さて、まず早速いきましょう。ライダーの好きなところ、その1、赤ペン先生なところです。はい、C シャープに詳しい皆さんが多いので多分わかるでしょう。このコード良くないところはどこでしょうか？ IEnumerable を返すロードモンスターズというメソッドがあります。で、モンスターズが空かどうかを調べるためにカウントメソッドを使ってます。これどこか良くないところがあるんですか？分かりますかね。はい、モンスターズが空かどうかの判定 isEmpty を作るためにカウントってメソッドを使ってます。 IEnumerable モンスターなので、ここは any を使うべきですね。はい、本当はこうするべきです。こう書くべきです。 C シャープのお作法的にはこうです。で、今日結構ここにいらっしゃる方って C シャープ慣れてる方が多いと思うので結構おなじみだと思うんですけど、初めて C シャープをやる人、今まで Java とか Python とか Ruby やってたんだよねって人や、 Unity で初めて C シャープ触るって人にはちょっと分かりにくいポイントかなって思います。そう、こういうハマりポイントもライダーなら大丈夫です。デモします。実はデモがあんまり得意じゃないのでちょっと緊張してます。後ろの方、これ見れますかね？大丈夫ですかね？ありがとうございます。さっきと同じコードがあります。ここ緑の線がビビビビビって引いてありますね。ここに対してオルトエンターをするとミスりましたね。すいません、ちょっと緊張してます。はい、ちょっとちっちゃいんですが、オルトエンターでアクションリストを表示しました。アクションリストの一番上にはリプレイスウィズびっくり、エニーって書いてあります。エイヤって押すと、本来こうした方がいいよっていうコードに変換されます。あったけー、多分拍手してくださった方知ってるよって思うんですけど、こういう風に変換されます。はい、こんな風に良くないコードをより良いコードに提案修正してくれる、そんなライダーリシャーパーは一部からこう呼ばれています。赤ペン先生、なんか商標らしいんで一応、伏せときました。で、ちゃんと機能名があるみたいで、コードインスペクションズ、このコードってもっと良くないよとか、こういう風にすると良くなるよみたいなのを教えてくれる機能で、なんか C シャープだけでも余裕で1000個を超えてて、1300とかそういう指摘個数があるみたいです。詳しくはこちらのドキュメントに載ってます。はい、で、本当にたくさんのコードインスペクションズが提供されてます。はい、もう一回デモします。これ僕リンク好きなんですけど、まあ、リンクが嫌いな C シャープってそういないと思うんですけど、これも良くないよ、変えられるよって緑の線がビビビビビって引いてます。これどうやるかっていうと、カウントメソッド一発で OK です。えいってやるとアクションリストが出てきて、変えられるよっていう風にあるので変えます。えいや、ポチッとな、カウントメソッド1個になりました。拍手ありがとうございます。あったけー。さて、ユニティはちょっと前まで新しい C シャープが使えませんでした。 C シャープ大体4ぐらいの機能しか使えなかったです。で、まあ、嬉しい小技として文字列ストリングフォーマットを使うしかなかったんですけど、ここもえいやってやると C シャープ6の新しい機能になります。いやー、何割かの皆さん知ってますよね。で、まあ、これもこんな感じで式形式のメソッドにできます。皆さんは知ってます。あ、失礼。
C シャープ的にこう書いた方がいいよ、それを正しく導いてくれるライダーが好きです。で、教えてくれるのは C シャープだけじゃないです。 Unity も教えてくれます。それがライダーです。ユニティ書いてるよって方って もう一回手を挙げてくれますか。そうですね、中の方も今日いらっしゃったりとか、あ、半分ぐらいですね。はい、というわけでデモします。はい、Android だや iOS をやっている方には馴染み深いと思うんですけど、ユニティにはライフサイクルメソッドがあります。1回呼ばれるよ、マイフレーム呼ばれるよ、衝突判定した時に呼ばれるよみたいなライフサイクルのメソッドがあります。この今私が見せているアウェイクっていうメソッドもその一つなんですけど、中に何もしてないじゃないですか。これ無駄なパフォーマンスになっちゃうので、えいやってやると消してくれます。次です。 C シャーパーの皆さんにインスタンスを作る、これ普通のことかと思うんですけど、実はこれユニティ的には良くない書き方なんですよ。まあ、インスタンスを作ることは普通にあるんですけども、ここでの正しい書き方ってこうします。おっと、まあ、なんかややこしいアドコンポーネント出てきましたね。これユニティの決まってる構文なんですよ。ただ初めてユニティをやるって方にはちょっと分かりづらいので、こうやってコードインスペクションで紹介してくれるっていうのはとてもいい機能だと思います。これ、オンコリジョンエンター、あ、すいません、もう一回ライフサイクルメソッドの例です。オンコリジョンエンター、衝突判定がこうコリジョンパンって当たったよって時に呼ばれるメソッドなんですけど、実はこれ想定している引数の型が違うんですよね。よく似た別の型を引数として渡してしまってます。実は Unity のライフサイクルメソッドって抽象クラスのアブストラクトなメソッドでオーバーライドする形になってないんですよ。コンパイルエラーにはならないんですけど、ユニティ的におかしいよっていう感じになってます。ここもコードインスペクション図で教えてくれて、こうやってやると正しいコリジョンっていう型に直してくれます。はい、あとですね、後ろの方ちょっと見えないかもしれないんですけど、ここ見てください。ごめんなさい、ここじゃなかった、アップデートってメソッドがあります。ごめんなさい、緊張、ライブコーディング緊張するんですよね。まあ、ライブコーディングって言っても今回僕ね、コードインスペクションズでおかしいよって言ってくれるところをリプレースしてるだけなんですけど、緊張してます。アップデートってメソッドはマイフレームたくさんたくさん呼ばれるメソッドです。なんでこのムーブってメソッドは何度も何度も何度も呼ばれます。でこの中で余分なことしてたらなるべく減らした方がパフォーマンス的にも良さそうじゃないですか。このゲットコンポーネントメソッドっていうメソッドはそこそこパフォーマンスがかかるので変えた方がいいよってことで、コードインスペクション図がこういう風に波線打ってます。ここもエイヤって変えると、ちょっとちっちゃくて見えないんですけど、フィールドをスタートの中でこう初期化するみたいなこと書いてます。これエイヤってやると、今までなかったこのムーバーっていうフィールドが生成されて、スタートの中で初期化して、その初期化した変数を使うっていう風にこうパフォーマンス的にお行儀がいいコードにしてくれます。で、まあ同じような感じで、ちょっと時間がなくなってきたんで巻きます。同じような感じでポジションに複数回、さっきねキリルさんも紹介されてましたけど、2回アクセスするのって良くないんで、こうやって一発で変数、ローカル変数抜き出してくれます。あとね、これ C シャープは詳しい皆さんにはこの文法とこの文法ほぼ同じじゃねって思われるかもしれないですけど、ユニティ的には違うんですよ。これこういうのも教えてくれます、コードインスペクションですね。はい、ちょっと汗が出てきました。ちょっと時間がないのでね、ちょっと次行きましょう。はい、でですね、こういうふうにユニティ的にこう書いた方がいいよ、それは正しく導いてくれる、そんなライダーが好きです。ユニティってやっぱりユニティのお作法があるんですけど、 C シャープに慣れててもそれを理解するまでちょっと時間がかかるので、こうやって IDE が教えてくれるのすごいいいなって思います。で、ここにいる皆さんって結構もう名簿見た時から慣れてる方が多いなって思ったんですけど、皆さんはできるけど、チームメンバーや後輩やアルバイトの子やインターンの子、メンティーに教えなきゃいけないと思うんですよね。で、皆さんが GitHub とかでこうレビューしてって教えるのってすごいコストがかかるので、皆さんが直接 GitHub とかでレビューする代わりに、ライダーにこうやって C シャープ Unity を教えてもらうのがすごい効率がいいかなって思います。はい、で、コードインスペクションズに関しては、 Unity のコードインスペクションズに関してはここに Wiki があって、そこに詳しくなんでこれがダメなんだよ、さっきのヌルプロパゲーションもなんでダメなのかって説明があるので、ぜひ読んでみてください。はい、その1です。さあ、ちょっと巻きでいきます。
はい、その2です。信頼のジェットブレインズ ID なところです。基本機能、基本操作が他のジェットブレインズ ID と同じで、他の ID でできること、他の ID っていうのは、インテリジェアイディアや、ゴーランドや、パイチャーム、ウェブストームとかでできることが、まあ、そのまま使えるってことです。これ僕の自己紹介なんですけど、ライダーとウェブストームと、まあ、昔Android Studioを使ってました。ちょっと私事で恐縮なんですけど、転職をしたんですよ、1年前に。社内転職なんですけど。もともと Android アプリやったり、Unity で iOS の AR アプリ作ってたんですけど、今 Web フロントエンジニアで Angular とか React とかやってます。で、それまではライダーや Android Studio を使ってたんですけど、1年前に初めて WebStorm を使い始めました。で、新しいツール使うのって、やっぱ、うまく使えるかなって緊張するんですけど、でも JetBrains の ID だから、とても、手に馴染みました。まあ、コード書くとき、コード読むときって、こういうことやりますよね。リファクタリングや、検索や、コード生成やりますよね。そのときに、コードの書き方や、シフトシフトでどこでも検索や、アクション検索、ジャンプ、さっき見せた、とりあえず、今これやれるよみたいな、とりあえずあれ、オルトエンター。アクションリストっていうらしいんですよね。あとはコードフォーマット。こういう、な考えて、よし、これやるぞじゃなくて、もう、これやる、これやる、これやる、はい、飛ぶ、飛ぶ、飛ぶ、次、前、次、これ、これ書くみたいな、そういう操作って皆さん、考えてやるんじゃなくて、もう、すぐね、頭から言う直結じゃないですか。それが、できるんですよ。はい。めっちゃ、手に馴染んで、まるで実家にいるようだなって、コード書いてる時だけは思いました。ただ、HTML と CSS はちょっとまだね、慣れません。はい。で皆さん、こう、作る対象言語、プラットフォームが変わっても、まあ、JetBrains ID が、書くための操作、読むための操作って変わらないので、力強い開発の味方になってくれるのかなって思います。はい。まあ、僕は C シャープから Web フロントエンジニアにタイプスクリプト書いてるんですけど、転職したんですけど、もしかしたら皆さんも Unity でもない、C シャープでもない何か書くかもしれないです。そういう時に Java とか Scala とか Kotlin とか Groovy とか Go とか Ruby とか Python とか、そういうのでもきっと JetBrains ID は助けてくれるのかなって思います。まあ、有料ですけどね、そのお金の価値はあると思います。はい。このアイコン、JetBrains ツールボックス使ってる方、ぜひ入れてください。ライダーとか使ってるんだったら、おすすめです。僕みたいに複数の JetBrains ID を使う人、こうやって、これアップデートがあるからアップデートしてねとかインストールしてねとか使えますし、あとアーリーアクセスプログラムやリリースキャンディデート版を試したいって人もできます。あと、一個前に戻すとか、複数のバージョン並列に入れるとかもできるので、Unity 使ってる方は Unity Hub みたいなやつのイメージですね。ぜひ JetBrains ツールボックス入れることをお勧めします。詳しくはね、JetBrains の方も、サムライズムのユースケさんもこう、ブログ書かれてるんで、そっち見てください。はい。で、そんなライダー JetBrains どうやって勉強しようかっていうポイントですが、はい、被りましたね。ぜひお勧めです。本当に便利です。まあ、マーケティング、で、アイディアって書いてるよって本当に納得なんで、おすすめです。はい、チュートリアルやった人っていらっしゃいます？ニューチュートリアル is so good。インタラクティブなチュートリアルがライダー 2019.2? 1.1? あ。19.1? あ。そう。もう 2019.1 から使えるそうなので、ぜひ試してみてください。インタラクティブに進んで、ここをこうやるとこういう風にできるよみたいなやつは、実際にできると次のステップに進むっていうやつなんで、めっちゃ良いです。皆さんが知ってることかもしれないけど、部下にこれやっとけって、おすすめするのはいいと思います。はい。20分ぐらいまで大丈夫ですか？よかったです。はい。さて、今日は Unity コミュニティを一緒にやってるメンバーや Unity のすごい詳しい方がたくさんいると思うんですけど、 Unity 開発超便利だよってことをお伝えしようと思います。これ皆さんご存知だと思うんですけど、コードって書く時間よりも読む時間とか、これ何してるんだっけって把握したりとか調べる時間の方が長いですよね。で、 Unity 知らない方はぜひちょっと覚えて帰っていただきたいんですけど、 Unity って処理の流れを読むのがちょっと大変なんですよ。なんでかっていうと、コンソールアプリケーションとか CLI だったら、まあ、エントリーポイントがあって、引数があって、あるメソッドは別のメソッドから呼び出される。で、ある型のインスタンスってメソッド中で生成されて、
どういうふうにコンストラクターに引数が渡されているか分かりますよね。まあそうじゃないものもあるんですけど、コード読めば大体の処理が終えるのでコードにフォーカスすればいいじゃないですか。けどユニティの場合そうじゃなくて、ちょっと固有名詞の連続でファルシのルシがうんじゃらでみたいな感じでちょっと申し訳ないですけど好きです僕。ゲームオブジェクトっていうのがあって、コンポーネントして生成され、要は入されないんですよ。入されないで生成されるやつがあるんですよ。あとボタン UI からこのイベント呼ぶよっていうのを設定できるんで、そこの流れが追えないんですよ。あとは普通フィールドってコンストラクタで代入するじゃないですか。あとはプロパティ系で設定するじゃないですか。それ以外の値の代入方法があるんですよね。なんでコードだけ見てればいいってわけじゃなくて、流れの処理全然追えないんですよ。でも大丈夫です、ライダーなら。でこのコンポーネントどこで使われるんだろうっていうのも、ライダーならどの、こういう名詞ですみません、どのシーンのどのゲームオブジェクトのコンポーネントか分かります。でプレハブってやつがあるんですけど、どのプレディレクトリのどのプレハブのコンポーネントかっていうのも分かります。このメソッドどこで呼ばれるんだっていうのもライダーならバッチリ分かります。ここのコードで呼ばれてるよみたいなやつと同じように分かります。はい、インスペクターっていうのがあるんですけど、それもライダーなら分かります。デモします、お見せします。あ、やべえ、いや合ってる、ライダーで合ってる、はい、これが超簡易版の Unity のコンポーネントです。普通ショートカット普通は使うんですけど、 Find Usage っていうと、まあ、今ここの画面に出てるのは1箇所なんですけど、さっきコードで1箇所使いました。コードから呼ばれている箇所以外にも実は使われてるんです。これは Unity の GUI 上からエイヤってインスタンス作られます。これが今ウィンドウが出ました。 Unity ではちょっとちっちゃくてごめんなさい、3箇所に 1,2,3,1,2 の3箇所で使われてるよっていうのがライダーからエイヤで見れます。ありがとうございます、ナイスを。でここコンストラクタないじゃないですか。フロート、プライベートなフィールドでスピードっていうフィールドがあるんですけど、コンストラクタがありません。コンストラクタでフィールドに値を代入するのではなくて、 GUI 上で値を設定します。これもフィールド This feature is introduced in point 2? そう、latest feature、 これめっちゃ最新の機能なんですけど、インスペクターっていうその GUI から設定したフィールドの値もこのライダーの上から確認することができます。あとですね、このスタートムーブっていう関数はコードの中からは呼ばれてないんですけど、Unity のこう GUI から呼ばれてます。これも分かります。このボタンから呼ばれるよっていうのが実は今こうジャンプすることができました。ちょっとちっちゃくてごめんなさい。でこういうふうにコードだけの解析じゃなくて Unity からの解析もできます。でですね、あれあった、Unity にはコード以外にも音楽とか 3D モデルとかアセットの登場人物があるんですけど、それ以外にもシーンっていう概念とかタグっていう概念があるんですよ。でシーンとかタグって、まあ、僕らがシーンを作らないと存在しないし、タグっていうのもタグは定義しないと作れないんですよ。で今僕のこのプロジェクトにはメインっていうシーンがないんですよ。なんでここにシーンが存在しないよって書かれてるんですけど、このシーンないんだけど、こんなメインっていう名前のシーンないんだけどとか、今コンペアタグっていうタグがあるかどうか、タグ同じかどうかチェックするメソッドを呼んでるんですけど、今お前このプロジェクトでマイニュータグなんてタグ作ってないじゃないかっていうコードインスペクションを出してくれます。でこういうふうにライダーならいい感じに、おい違うぞ、コードだけで閉じない Unity 開発もいい感じに教えてくれます。デバッグとか多分もっとあると思うんですけど、それは次の時間にギリギリさんがたくさん教えてくれると思います。はい、はい、じゃあ3つ目はここまでです。まとめです。僕がライダー好きなところはこの3つです。なんで皆さんこう部下や後輩とか、あとお金持ってる人におすすめするのは、ぜひこの3つを伝えてあげてください。
で、ちょっとこれ個人的なお願いなんですけど、インテリジェンアイデアだけじゃなくて、こう、開発ツールとか ID のいい使い方を勉強するのって難しいですよね。特にコード書く系とかコード読む系とか、ブログに書きづらいんですよ。なんで、よかったら、まあ、年3回アップデートがあるので、こう、アップデートの時とか、あ、これ便利そうみたいな機能が、ブログとかで上がったら、ぜひ、ツイッターでつぶやいてシェアしていただけると、僕が調べるの楽になるんで、助かります。みんなでね、協力し合っていきましょう。あと、ツイッターでライダーってつぶやくと、結構、キリリさん反応してくれるんで、やっぱり中の人ってしっかり見てくれてるんだなって思います。で、僕実は今 B2B で Web フロント開発してるんですよ。で、皆さん多分ゲームの方もいるし、B2B の方も多いと思うんですけど、やっぱりこの機能便利だなって言われると嬉しいんですよね、B2B でも。なんで、まあよかったら、こう、あ、これいいなって思ったら、積極的に教え合って、こう、いい感じになってくれるととっても嬉しいです。はい、どんどんお気に入りの機能をシェアしていきましょう。というわけで、ライダーのおすすめというタイトルで発表させていただきました。ありがとうございました。